以上。はいどうも、ピュートケンチョウの水田です。東野です。ナイスガイです。お願いします。イエーイ、拍手。今日はですね、子供の権利を学ぼうビジネスアカデミーということでですね、はい、皆さんと一緒に子供の権利についてですね、学んでいきたいわけですが、うん、まあ、学ぶつでもね、楽しくやるのが我々クイズノック流ですから、はい、みんなでいろんなアクティビティをやりながら学んでいけるといいなというふうに思っております。最初の曲は嘘の話をしている人で人狼ゲーム。それぞれ一個のテーマについて僕たちがですねお話をしますので、その中で嘘をついてる人一人だけいます、うん、それを当ててください。はい、ではこちら、海外での子どもの権利に関する取り組み、これがテーマです。このアサーティブコミュニケーション、相手を尊重して一回受け止めてから人に気持ちを伝える、これをねちょっと話し合いの時意識してもらえるといいなと思います。はい、北欧の国フィンランドは子どもたちの意見を政治に積極的に取り入れるため、選挙の際に投票できる年齢の下限が18歳から12歳まで大きく引き下げられました。さらに2020年には選挙に立候補できる年齢も12歳まで引き下げられ、昨年には史上初となる中学生の国会議員が誕生しました。オランダでは日本とは違った教育制度が敷かれています。日本では同じ年度に生まれた子どもたちは7歳になる年度の4月に一斉に小学校に入学しますが、オランダでは4歳の誕生日を迎えると好きなタイミングで通い始めることができます。さらに小学校の最終学年で CITO 指導テストと呼ばれる全国共通学力試験を受けることになります。この結果によって職業訓練コースや大学進学コースなどの進路選択を行います。ドイツのミュンヘン市では3週間にわたって子どもたちが疑似的な町を運営する大規模イベントが開催されます。さらにミュンヘン市の市議会では子どもたちが町の改善案について話し合うフォーラムが開かれます。議論を得て子どもたちが可決した提案は市役所の大人たちによって実行されることになっており、これまでに地域の図書館の存続や安全な通学路の実現といった成果になっています。みんなそろそろ言えるかな。菅井さんが嘘をついてると思うよ。そう、だいぶ疑われてますよ。今回怪しいとこ立ち上げない。なんかね、はいはい、2つ理由があって、はい、1つ目は態度です。態度、態度ね。小学6年生ぐらいがなんかそういう選挙とかそっちの方に行くと、なんかまだちょっと早いんですよ。なるほどね、はいはいはい。3週間っていうのは少し長すぎるんじゃないかなと思います。ああ、なるほど。嘘をついている人、正直に手を挙げてください。はい、フィンランドの選挙権および非選挙権はそれぞれ18歳からということで、選挙権については日本と一緒です。そうね、アルゼンチンやオーストリアでは16歳以上に選挙権が与えられている。皆さん、アルゼンチンやオーストリアだったら選挙権があるということですね。その人もいるわけですね。一言ではないという感じですか。はい、最後はクイズスゴロク。ソフトボール。いくつ？4です。問題はこちらです。バン、昨年発足した政府の組織子ども家庭庁は子どもホニャホニャ社会の実現を掲げています。ホニャホニャに入る言葉は何でしょう。挙げてください、どうぞ。はい、バーン。ああ、なるほど。現代におびえるスリーピース。お正解はこちら。出た。はい、スリー。何が出た。ありがとうございます。実際に
です。コールしたので以上で終了です。お疲れ様でした。それでは二つ目の企画に参りましょう。二つ目の企画はこちら。トークセッション、あなたが持っている権利について考えよう。ここからは実際にまあ海外こんな権利があってこんなことが守られててって話をしたんだけど、じゃあ日本どうなんだということでですね、日本の中ではどんな取り組みが行われているのか、日本財団さんと子ども家庭庁さんに実際にお話を聞いていきたいなというふうに思っております。ということで改めて自己紹介をよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。素晴らしいお返事。日本財団で子どもの事業を担当しております高橋と申します。今日は来てくれてありがとうございます。よろしくお願いします。そして皆さんこんにちは。こんにちは。子ども家庭庁の工藤と言います。皆さんに子ども基本法を知ってもらう仕事をしてます。お願いします。お願いします。ということでお二人を交えてお話を聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、今日はですね、専門家も来ましたので、いろいろとお話を聞いていきたいなと思うんですが、大きくトークテーマはこの3つとなっております。こちら、バン。そもそも権利って何？子供の基本法について、そして取り組みということですが、はい、まず1個目からいきましょうかね。まあ、子供の権利についてのイベントと言いつつ、40分ぐらいですね、権利とは何かすら分からずにですね、我々進めていたわけですよ。うん、基本的なところからいきましょう。高橋さん。権利って何すか？権利って、なんか難しいように聞こえますが、うん、皆さんが持っているもので、そしてとても大切なものです。うん、皆さんも憲法については勉強したかなと思います。うん、でそこで基本的人権っていうのを、まあ、習ったかな。はい、習ったでしょう。まあ、みんなこう生まれながらにして持っている人権で、誰からも侵されないっていうものですね。うん、だけどね、まあ、人権っていう考え方って実は結構新しいんです。ほう。昔は例えば王様がいたり奴隷がいたり、まあ、みんながそういう生まれながらの権利を持ってなかった時代がありました。うん、だけどこう、まあ、昔の人たちがいろいろ戦ってこう権利というものを勝ち取ってきたということになります。だから、ね、我々が生まれながらにしてみんな平等だって言われてる時代って本当ここ100年とかの話ですよね。うん、そうなんですよね。そう、平等とか自由とか、うん、はい。で第二次世界大戦が終わった頃に世界人権宣言というのを国連が決めました。はい、でこれが第一条が、まあ、全ての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等であるというところから始まっています。うん、まあ、だけどね、ここ80年の話ですね。これもね、はい、割と最近ですね。まあ、だけどこれ宣言なんで、こうなんだろう、言っただけ、言ってるだけというところもありまして。なるほど。でそれを守ってもらうために、まあ、国と国との取り決めで条約っていうのがあります。なるほど。はい、で子どもの権利条約っていうのは、まあ、そのための中でも子どもの権利を守るための条約です。うん、はい、でじゃあなんで子どもにとってその条約が必要なのかっていうと、やっぱ子どもって、まあ、まあ体もちっちゃいし立場も弱いし、まあ、選挙権もないし、まあ、例えばなんか例えば何かあっても自分で裁判とかするのはすごい難しい。自分の権利を守るのすごい難しいんですね。うん、なので、まあ、こうした子どもたちの権利を守ろうということで、まあ、国連で子どもの権利条約というのを、1989年に、採択しました。はあ、はい、でそして日本はですね、1994年に批准、まあ、批准するとそれ守らなきゃいけないということになるんですが、しているので、ちょうど今年30周年に当たります。お、私と同じ生まれ年ですわ。1994年。だから俺はもう生まれながらにして子供の権利条約に守られてたけど、そう、守んなきゃいけない国に生まれてるね。そう、俺は守らなきゃいけない国に生まれたんだけどさ、うん、菅井さんは違うね。そう、生まれた時は、まあ、守んなくていいことはないだろうけど、うん、その国と国との取り決めを採用してなかったんだよな、日本はな。5年ぐらいラグがあったんですね。だから本当にそうで、笑い事じゃないかもしれないね。そう、マジで大変なことになった可能性は、うん、なんかないわけでね。だから当たり前じゃないんですね、この子どもの権利というのはね。うん、そうなんですね。はい、なるほど。だいぶ当たり前のことのように思えてくるんだけど、ちょっとそのじゃあ具体的な内容を見ていきましょうかね。はい、お願いします。はい、で子どもの権利条約ってね、実は、うん、いっぱい子どもの権利書いてあります。40ぐらい書いてありまして、はい、まあ、教育受ける権利とか、まあ、いろいろあるんですけども、うん、まあ、その中でも特に4つ一番重要と言われている基本原則っていうものがあります。4つ一番重要なものがある。はい、1番が4つ食いつきますね
一番4つですね。そう、はい、でそれをじゃあちょっと説明していきたいと思います。はい、2、3、2、3、6、12が一番重要なんですね。だいぶ12の約数ですけど、ね、あ、賢い賢いね、うん、はい、で第2条がでまず差別の禁止、まあ、どんな子どももどんな理由でも差別されないという、まあ、当たり前ですけど、うん、まあ、結構難しいことかなと思います、うん、それから第3条が子どもの最善の利益の優先ということで、まあ、これは学校とか、まあ、国とか町とかでもその子どもに関わることは全部まず子どもの利益を最優先に決めましょうと、大人の、まあ、大人の言う間がおかままじゃないということですね、うん、はい、それから第6条、生命生存及び発達に対する権利というのは、まあ、子どもの命が守られる、これは医療とかにアクセスできるようなものも含みます、うん、それから第12条、子どもの意見の尊重というのは、まあ、子どもは自分に関係のあることについて自由に意見を言うことができて、まあ、大人はそれを尊重しましょうということです、うん、はい、この4原則は後でその子ども基本法の話も子ども家庭庁からありますけども、まあ、きちんとその子ども基本法に今回取り入れられています。なんというか当たり前な気がしちゃうんですよね、この4つ見ると。でも大事、はい、当たり前に聞こえるかもしれないけど、うん、まあ、意外と守られてないとこあるかなっていう、意外と守られてないんだ。これはどういうとこで守られてないんでしょう。そうですね、例えば日本でも、まあ、虐待とかもあるし、まあ、いじめもあるし、うん、まあ、例えば、まあ、親が教育に熱心すぎて、まあ、教育虐待とかいう言葉もありますよね。そうかそうか、最近ニュースで聞きますね、はい、教育虐待。だそれが3条に反しているかもしれないですね。子供にとって最も良いか分かんないよね。確かに教育をだから勉強18時間勉強しろっていうのが最も良いかっていうのは分かんないね、うん、そう、そこはいろんな選択肢を検討しなきゃいけないってことだよね、うん、でそれでいくとさ、皆さんは聞いたことあるかな、ブラック校則って聞いたことある？うん、あるんだ。やっぱ高校生年代だとやっぱ聞いたことがあるね、うん、やばい校則ね、なんかなんであるのか分かんないみたいな、意味不明校則。そう、長崎県で下着の色白じゃなきゃいけないみたいな意味不明校則があったりするけども、うん、こんなんね探しはいっぱいあるんですよ、世の中にね。でちょっとみんなに聞いてみたいんだけど、校則じゃなくてもいいわ。例えば習い事の場所だったりとか、あとは自分たちのコミュニティでもそうなんだけど、あ、なんか変なルールだなっていう、こんな変なルールあるんだけどみたいなのって皆さんの周りにあります？ちょっと教えてもらってもいいですか？ありそう、あっちとかね、あ、ここにもあるいっぱいある。ちょっと行ってみようか、よしか、ちょっと奥行こうか、うん、ね、おいおい、どんなんありますか？家なんですけど、塾とかがない日は学校帰りでも6時までに帰ってきなさい。ああ、門限ね。確かに確かに。その法律で定めるよりだいぶ早い門限みたいなのあるよね。6時。その6時になってる根拠って教えてもらった？教えてもらってないんですけど、多分弟もいるんですけど、私は、うん、弟と大体同じぐらいに帰ってきなさいよみたいな感じで。じゃあそう、家庭の便利のためってのあるかもしれないね、うん、これはだから分からんラインですね。ギリ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 その明らかにおかしいっていうわけでもないけど、高校生には早いかもしれない。そうね、素晴らしい、いい発表ありがとうございます、拍手。他にこんなあるよって人いるかな、いっぱいいるね、ちょっと聞いてみようか。聞いていい？おい、男女とも中に着るシャツの色が白じゃないとダメです。ああ、もうさっき言ったようなやつだね。さっき言ったようなやつは高校生、中学生か、中学でもあるんだね。そういうのも確かに、なんでなんだろうね、なんでなんだろうね、わかんない。そう、理由知らない、ね、知らない、ね、そういうルールになってるってことね。他にあるかな、いっぱいあるな、ちょっと聞いてみようか。おいおい、どんなんありますか？私今高校生なんですけど、中学生の時に女子はセーラー服の下に必ず靴下でいなきゃいけない。で、靴下は学校で白って決まっていたので、その上にタイツとか履いちゃいけなくて、すごく冬は寒かった。ああ。そうだね。なんでタイツ履いちゃいけないの？それが先生に聞いても、校則で靴下が白って決まっているから以上でした。あらあらあら。これは、典型的なケースですね。これはですね。拍手、ありがとう。ありがとう。これはこれはという事例でした。これはこれはって、ね、これはこれはという事例でしたね。なるほどね。こういうふうに、これが権利を侵害してるのかどうかというのはもちろん議論はしなきゃいけないけどさ、うん、でも理由が説明されてないのはさ、みんなにじゃ知る権利があるよな、そんなんな、うん、自分たちを縛るルールについてはっていうところで、やっぱりちょっと身近なところで今みたいな子供の権利が侵害されてることも全然あるわけですよね。ってなった時に高橋さん、なんかこう難しいなと思うのが線引きが、
その権利なのか、いやでもそれはわがままじゃんってこともあったりはするじゃないですか。その子どもたちを守るためのルールというのも存在するから、うん、そこの線引きってどうなんでしょう。あの権利かわがままかをこう、うん、やっぱり確一的に決めるのはちょっと難しいと思うんですね、うん、それぞれの家庭の考え方とか、まあ、いろんな決まりがあると思うんですね。だけどやっぱりその子どもには自分に関わることについて言う権利っていうのがあるので、もちろん言うことは、うん、あの私はするべきだと、まあ、してもいいんじゃないかというふうに思います、うん、なるほど、はい、意見表明はもう OK だと、はい、それがたとえわがままだったとしても言っちゃうのはいいんですか。いいんじゃないでしょうか。あの誰がわがままと思うかは相手にもよりますし、うん、大人でもそういうそれはそうなんじゃないかなと思います。確かにそっか、大人だってわがまま言うときあるよね、はい、でわがままだったらみんなで議論してああそうだったねって言えばいいから、とりあえず言ってみることは大事、はい、なるほど、これは大事っていうか勇気もらえますね。そうね、もう逆に言えばみんなも主張していった方がいいということですよね。ってなった時にその高橋さんにもまたお聞きしたいんですけれども、やっぱりその基本的人権というのはやっぱりみんなに必要なことじゃないですか。子どもたちが特に意識しなきゃいけないポイントってどんなところになりますかね。まあ、みんなに権利がある、人権があるので、それを犯してはならないっていうのは、うん、まあ、当たり前というか、うん、そこはあのやっぱり注意するポイントかなと思います、うん、なるほど。ちょっとグラフもあるんですね、ご用意いただいたような。あのまあ、子どもたち日本財団でその子ども1万人に対してあのアンケートというのを去年行いました、うん、でまあ、いろんなことを聞いたんですけども、その中でその親や先生に、まあ、自分の意見を大切にしてもらったかどうかっていう経験と、まあ、その幸福度ですね、自分の子どもの幸福度の関係を調べました。そうしたところ、まあ、あの親に例えば意見を聞いて大切にしてもらっている子どもの幸福度って、まあ、89% ってすごい高いんですけども、うん、逆にまあ聞いてもらってない子どもの幸福度って、まあ、33% ぐらい、まあ、すごい差があるんですね、うん、まあ、ここから見てもやっぱりその子どもが自分の意見を聞いてもらうことって、まあ、とても大切なんだなっていうことがあの分かるかなと思います。なるほどね、まあ、そのためには意見を言うことも大事だよね。より自分が幸せになるために聞いてもらう、まず聞いてもらうね、さっきアサティブコミュニケーションやったけども、うん、言うこと聞いてもらうっていうのはその通りにやってもらうってことじゃなくて、聞いてもらうってことだよな。そうだね、言ってそうだねでこうだよねって話するってことだよな。でそれがあったら幸せ、うん、そう、なんかそんな感じするね。それはね、そうね、やっぱクイズノックやっててもみんな自由には喋れてるもんね、うん、ね、笑顔でゴンが微笑むと何かありそうな感じする、何もないです何もないですも怖いけどね。まあそうね、でも違うけどねみたいなあるもんね、うん、あ、そうそうそう、言ってまあそう言ったけど、まあこれはやるみたいなのはあるもんね、うん、そうそう、俺たちがまあ会議しててもやっぱりゴンとかモンも若いけどね、ちゃんと意見言ってくれるし、うん、そういうのは大事なことですよね。あと、はい、校則についてはですね、実は去年の12月にその子ども家庭庁さんの方で子ども太鼓っていう、その子どもの大きい綱とかいた太鼓っていうのが決まったんですけども、うんうんうん、そこで、まあ、校則についても子どもとか保護者の意見を聞いて、まあ、変えていくことが望ましいみたいなことが書かれたんですね、はい、まあ、そういうことが日本でも変化として起こってるなと思います。なるほど、 どんどん子どもの意見を取り入れていくべきだよということになってるわけですね、うん、はい、さあそんな前提の中でですね、次のトークテーマに参りましょう。こちら、子ども基本法についてということです。今ね、世の中が変わっていってるよって話、高橋さんからもあったと思うんですけど、そんな中でですね、つい去年、この子ども基本法というのが定められたんですが、うん、ちょっとこれについてですね、子ども家庭庁の工藤さんに伺いたいと思います。どんな法律なんでしょう、こちらは。はい、子ども基本法はですね、すべての子どもの若者の皆さんが将来にわたって幸せに暮らせる社会を実現するための基本となる法律として、去年の4月に動き出しています。なるほど、はい、この子ども基本法で6つの大切な考え方があるので、今日よかったら皆さんに覚えていってほしいなと思っています。はい、なるほどね。今スクリーンにも出てますが、1つ目は、子どもは大切にされて基本的な人権が守られ差別されないこと、うん、2つ目は大切に育てられて生活が守られて愛されて保護される権利が守られ平等に教育を受けられること、うん、で3つ目が年齢や発達の程度に応じて自分に直接関係することに意見を言えたり、うん、社会のさまざまな活動に参加できること、うん、なるほど。4つ目が皆さんの意見が尊重されて子どもの今とこれからにとって最も良いことが優先して考えられること、うん、で
5つ目が子育てのサポートが十分に行われて家庭で育つことが難しい子どももですね家庭と同様の生活が環境が確保されること、うんうん、最後に6つ目が家庭や子育てに夢を持って喜びを感じれる社会を作ることです。なるほど。工藤さん、はい、多くないですか。多い、やっぱり多いですよね。 だいぶ多くないぞこれ。やっぱり多い。じゃあちょっと今日は一つだけ皆さんに覚えて帰ってもらいたいと思います。まとめていただきたい。一番のポイントは国とか地方公共団体はですね、はい、皆さんの意見を聞きながら皆さんにとって何がいいかを考えながら行動していきます、うん、なので、うん、何よりも大事なのは皆さんの意見です、うん、で皆さんの意見を真ん中にしてアクションしていきますので先ほども言ったようにどんどん意見を言っていただければと思っています、はい、なるほどね。これで言うと3と4だ。3と4。そうだね。3と4はみんなの意見を聞くよとか言ってねってことが書いてあるな、うん、言ってね、活動参加できるよ。4は聞くよ、うん、聞いて、考えるよ、最も良いことを優先して考えるよ。だからこれだな、うん、1,2,5,6 がちょっと大人がやることって感じだね。そうだね、まあ、みんなももうすぐこれになるかもしれないけどね。そうなんだよな。だからまあ両方分かっててほしいけど、うんうんうん、今の立場でやってほしいことはまず意見言うことですね。そうだね。3と4だ。じゃあなるほど、これがやっぱり子ども家庭庁さんとしては一番言いたいこと。そうですね。ただ皆さんそもそも子ども基本法の子どもって何なの、誰までなの、私たち入るのとか、確かにもしかしたら疑問に思ってくれたと信じているので、はい、そういう方は皆さん子ども家庭庁のホームページ見ていただいて、あ、なるほど。パンフレットも配っているので、うん、よかったらそこで答え合わせしてみてください、うん、なるほどね。確かにどこまで子どもって難しいよね。あ、入ってるだろ、うん、皆さん入ってる、菅井さん入ってる、いや入ってるだろ31とかだけど、うん、30もうすぐ3だけど、 3か、うん、そうか。俺もあと3ヶ月で30だけど大丈夫、まあ、5はギリ OK。 子供22だからね、難しいラインだけど、まあまあいろいろちょっと幅広めにね取って意見言いたいときは言った方がいいよね、うん、まあ、大人は大人として意見言えるから、そうそうそう、子供は意見言えないかもと思ってるかもしれないけど言えるよって書いてあるんだな。そうそう、これ法律だぞ、すごくない。確かにね。これは書いてあるんだもんね。法律で意見言えって書いてある、ね。まあそういうことで。大事なことですよ。はい。で、中で今日はね、そういうのもあってアサーティブコミュニケーションの話、意見の言い方、聞き方の話をしたんだけど、それ以外にもいろいろやっぱ上手に意見言う方法とかってあるよね。うん。ちょっとさ、せっかくだから皆さんからもいいアイデアを募集したいんだけれども、自分が意見を言うときにこういうこと気をつけてますよとか、こういう風にするとうまくいきましたよみたいな経験がある人っているかな？意見言うときのコツ。おお、ある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 よ。あるよ。じゃあ、どちら、どこに行こうかな。じゃあね、ここの方行こうか。はいはい。どんなことをやってますか？私の前に発言してる人がいたら、その人の発言内容を完全には否定しないけど、うん、プラスアルファで私の意見を付け加えるように発言しています。なあ、なるほど。素晴らしい拍手。これはやっぱアサーティブの一環みたいな感じもするよね。うん、それ、あ、ごめん、それやることでどんないいことがあった今まで。それやると私の意見も否定されなくなるんですよね。その私が否定してないからみんなもマイルドな表現を使ってくれたりして、あといろんな人が自分の意見を言いやすくなって、結果として一番いい選択が取れたりするようになったことが多くなったかなと思いました。素晴らしい、素晴らしい。そうね、みんなが喋りやすい場作りってとっても大事ですよね。他にあるかな。こっち聞いていいですか。お願いします。じゃあここに聞こうかな。はい。その例えば相手と話してる時にこういう風に言ってほしいのかなっていうのをなんとなく考えて、それにプラス自分の意見もじゃないですけど言ってほしい言葉を口にするように心がけて話してます。おお、なるほど。言ってほしい言葉ってその相手が意見言ってる時みたいなこと。なるほど。どんなことがうまくいくかな、それで。まず嫌な気分にならないっていうのと、うんうん、やっぱり自分もそういう風に言って相手がいい気分になってるのを見てじゃないですけど、うん、自分も返ってくるその気持ちが。なるほどね。って思います。なるほど、素晴らしい拍手。結構みんな場作りというか、そうね、を大事にしてるね、うん、逆にちょっとさ、ちょっと条件を絞ってみたいんだけど、自分の意見通したいなって時どうしてる。こっちにあるよ、あっちにもあるけど。どこがいい、菅井さん。じゃあこっち聞く、うん、自分の意見を通したい時ね。そう、これも大事じゃん。もうみんな聞いてくれますみたいな、うんうん、大体。はい、ありがとうございます。自分の意見を言う時にいっぱいこう質問をするっていうか、分かってるか反応を見るようにしてます。おお、なるほど。どういう感じで。は
はい、周りの人に、はい、なるほど、ここ分かりましたみたいな風に、ああなるほどね、確認していくんだ。自分の意見をできるだけ正確に伝えて、うん、できるだけ多くの人に賛成してもらえるように心がけてます。あ、なるほどね。じゃあ自分の意見を通すためにも相手の疑問点を探り合ってるわけ、うん、素晴らしい、拍手。ちなみに菅井さんは何かやってることあります？僕はね、2つやってて、まあ意見通したい時ってなんかまあ変なことがある時かなとかと思うんですけど、うん、1回やるようにしてます、それ。ほう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 。だから、まあ、ブラック校則とかみたいなもんでも、なんか、一回やって、どう考えて、やった結果絶対におかしい、ということを見つけて、それを言うようにしてます。ああ、菅井さんだとさ、野球部だったから、坊主とかがさ、あったね、丸刈り。文化としてあったじゃん。うん、で、丸刈りは、だからみんな、することになってた、高校の時は。うん。でも、結論、僕は丸刈りをやった結果、良かった。あ、良かったね。あ、そうそうそう。そういうのもあるよね、やっぱね。そうそうそう。まず、極めて、あ、こう丸刈りの話ね、うん、あの相手チームに対して威圧的になる、その、スポーツで大事なことだね。相手チームがビビるってめっちゃ強いことだから、うんうん、やった方がよかった。こっちがみんな丸刈りだったら、そうじゃない学校の子は一発でビビらせられるから、確かにね、強かった。これ大事だね。あと頭ジャーって練習中にやって吹ける。利便性。そしたらもう何にも濡れてない、風邪ひかない、うんうんうん、みたいないいことがあったので、あ、まあ丸刈りはまあ合理的かと思ってやってました、うんうん、でもだからそれをみんながやる必要はないっていうだけ、っていうだけだよね。丸刈りにしてやっぱ違ったなってこともあるから、一回やってみることはもしかしたら大事かもしれない、ね、そうそう、逆にいいことも見つかるかもしれないから、うん、でもう一個は、でおかしいところが見つかった時には何回も言う。ほう、なるほど。一回言って聞いて、まあ聞いてくれてる感じするじゃん。でも変わんない状況があった時に、うん、明日も言う。明後日も言う。3ヶ月後も言う。1年後も言う。ずっと言う。だっておかしいの確定なんだもん。うんうん。考えておかしいの確定だと思ったら、ちゃんと動き続けるわけだね。そう。なんか変わんなかったな、聞いてくれないんだな、じゃなくて、動かすまでやる。それはもう通す。僕、通すのが仕事だ。確かにね。そう。それは仕事してる立場だと余計に、自分がおかしいと思ったら自分が言わなきゃいけなかったりしますからね。うん、ということで、はい、そうやってやってました。ちなみにゴンは何か方法、自分が考えてるやり方とかありますか？そうですね、あの対称性は結構重視してます、ね、対称性というのは、つまりその自分の立場と相手の立場をこう入れ替えても議論が成立するかどうか。ああ、なるほど、おもろいですね。自分だけがこう東ゴンだからって言って得をするシステムって当然受け入れられないわけじゃないですか。あ、確かにね、うん、だから例えばこのクラスの人が全員等しくこうあるようにみたいな、そういう主張を、相手の立場でもこれは受け入れられるだろうなっていうお得な提案をするみたいなことだね。あ、なるほど、いいですね。やっぱ立場変えるって大事ですね。だからゴンが意見言うときに、菅井の立場になったときに菅井も得してるなと思ったら言うみたいなこと。成り立って、お互いを入れ替えても成り立ってれば OK、うん、素敵な思考法ですね。高橋さん、今いろいろな意見出ましたけど、聞いててどうでした？一回やってみるっていうのはね、すごい、それができる人はすごくいいと思う、うん、それで多分できない人ももしかしているかもしれないので、うん、まあ、本当人それぞれかなと思います、うん、東さんのやってることは高等すぎてなんかすごいなって単純に思いました。、はい、だからまあおかしいと思ってちゃんと自分で腑に落ちないなって確定できたら、菅井さんはねやってみる派だったけど、うん、やらないで意見を言ってもいいってことですね。そういうことね、うん、それはそれぞれのやり方かなと思いますけど、でもやっぱ言うってことが大事だねっていうことがいろいろと分かったんじゃないかなと思いますが、さてそんなことを踏まえてですね、僕たちの権利がより正しいものになっていくために社会もいろいろと動いていますということで、最後のテーマに参りましょう。こちら、日本財団さんと子ども家庭庁さん、どんな取り組みをしているのか教えていただきたいなと思います。子ども家庭庁さん、先ほど子ども基本法のお話もありましたけど、未来に向けてどんなアクションをされてますか？はい、子ども家庭庁はですね、子ども真ん中社会を実現するということを目標に、うん、去年の令和5年4月1日から、動き始めています、うん、でちょっとですね、子ども家庭庁の取り組みの中で先ほども出た基本的な方針の子ども大綱ができたときに、加藤大臣があの皆さんへ向けてのメッセージを取っていますので、そちらをよかったらご覧いただきたいと思います。では大臣、カモン。皆さんこんにちは、子ども政策担当大臣の加藤亜由子です。皆さんは子ども基本法や子ども大綱って知っていますか？
子ども基本法というのは、すべての子どもや若者が健やかに成長でき、将来にわたって幸せに生活できる子ども真ん中社会を作っていくための法律です。この基本法では、子ども真ん中社会を作っていくために大事にすることを書いた子ども大綱を作ることになっていて、今日その子ども大綱が初めてできました。子ども真ん中社会を作っていくために大事にすること、それは子どもや若者の皆さんが生まれながらに持っている権利を大切にしながら、皆さんの今とこれからにとって最も良いことを行っていくこと。子どもや若者の皆さんの意見を聞きながら一緒に進めていくこと。大人として自分らしく生活を送ることができるようになるまでずっとしっかり支えていくことなどです。こうしたことを国全体で大事にして取り組んでいくことを総理大臣と19人の大臣で決めました。何よりも大切にするのは皆さんの意見です。これからも子どもや若者の皆さん一人一人の意見を聞いて、その声を大切にして、子どもや若者の皆さんにとって最も良いことは何かを考えて、それを取り組みに反映し、大人が中心になって作ってきたこの社会を、子ども真ん中社会へと作り変えていきます。皆さんも一緒に子ども真ん中社会を作っていきましょう。ということで、大臣でした。ありがとうございます。作ったその日にメッセージ作ったその日にね。去年の4月とかなんですか、ね、あ、そう、だいぶ前ですけどね。去年の12月か。あ、じゃあ結構取れたてだね。子供大綱新しいんだね。子供大綱が相当新しいということになりますね。はい、そうです。という中で子供大綱を定めていよいよ具体的に動き出していくというのが子供家庭庁さんのお仕事なわけですね。どんなことやっていくんでしょう。はい、ですね、子ども家庭庁では何度も出てきたと思うんですけど、子ども真ん中社会を実現したいと思っていて、そのためには皆さんの声が、すごく大事だと思っています、うん、で、子ども家庭庁では国の取り組みに対してですね、皆さんが意見を伝えることのできる事業を行っています。それがちょっとファイルに入ってたかと思うんですが、子ども若者意見プラスというチラシ、皆さんに配らせていただいています。はい、で、子ども若者意見プラスですけど、こちらに登録していただくと、登録した方々をプラスメンバーと呼んでいて、うんうん、対面とかオンラインとかアンケートで様々な方法でですね、皆さん意見を伝えることができます。で、どんな風な意見が言えるかっていうと、例えば皆さんの居場所についてとか、うん、先ほどの子ども大綱についてとか、食の今後についてなど、いろいろなテーマで皆さんの意見を聞いていて、今全国で4000人の方に登録いただいています。多いね。で、自分たちで意見を言いたいテーマとかも決められるので、はい、小学生から20代の方だったらどなたでも登録できるので、ぜひ皆さんこの機会に登録してみてください。どんな意見募集してるんですか。ですね、何でも皆さんが議論した意見なら何でも募集していて、その中でちょっといろいろ選ばせていただくことは、すべての意見にはなかなかできないんですけれども、うん、皆さんの意見の中からみんなで議論しようねっていう風な取り組みになっています。なるほど。もちろん国からこんなのみんなに聞いてみたいなというものもテーマに上がったりします。なるほど、うんうん、はい。で、それ以外にも、今は皆さんの意見が言えるっていう窓口だったんですけど、うん、困ったなっていう風に思った時にはですね、子ども家庭庁が子ども向けに分かりやすいホームページ作っていますので、そこから相談窓口を探すというコーナーでですね、何かあればそちら見ていただければと思います。合わせてチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。ではでは、日本財団さん、どんなことやられてるんでしょう。はい、今日のイベントも子どもの権利を知ってもらうイベントなんですけども、うんうん、みんなが子ども権利条約って読んじゃって多いんですけど、それを知ってもらうことで、自分のことも、それから友達のことも、何かあった時に守ることができるようになるんじゃないかなと、そういった取り組みなどもしています。そうか、友達守るのも大事ですね。はい、あと子ども1万人の調査、さっき言ったものですとか、うん、あと子どもがいられるような居場所を作ったりとか、うん、ヤングケアラーの支援とか、そういったことも全般的に子どもの支援をやっております、うん、なるほど。ヤングケアラーね、最近話題ですね。親とか兄弟とかの世話でなんか大変困っている人、うん、学校行けなかったりとかね、とかねみたいなところも日本財団さんやられてるんですね。はい、うん、そうですね、
結構やっぱり日本財団さんのお仕事ってお金を出したりとか、はい、結構縁の下の力持ち的なところがありますよね。そうなんですね。なかなかこう皆さんから見ると、うん、あ知らないっていう、あの、うん、たまにもしかして今日のクリアファイルのマークの車が走っているのを見たことがある方とかいらっしゃるかもしれません、うん、あでもあの今能登であの、まあ、この間あった地震 の、うん、あの支援なんかにも職員が入ったり、まあ、そういった活動もしております。なるほど、困った人を助けるという仕事を日本財団さんはやられてるわけで、その中にはね困った皆さん子どもたちというのも入ってますから、何か困ったことがあったらぜひぜひチェックしてみていただけるといいんじゃないでしょうか、というところですね、うん、ということでここはお勉強パーツとしてですね、皆さんが持ってる権利とそれをどう主張していくかについてみんなで考えてきました。改めて高橋さん工藤さん今日はありがとうございました。ということで、またです、はい、あっという間に終了のお時間が近づいてまいりました。何ということで今日はね楽しく時に真面目に子どもの権利についてですね、うん、クイズやゲームやトークを通して皆さんに学んでいただけたかなと思います。権利を知ることで自分も守れるし友達も守れることを知ったので、それが印象に残ってます。なるほど、友達もってとこが大事だね、素晴らしい拍手、うん、そうだ、自分を守るのももちろん大事。ちょっと周りに目を向けたりネットで検索すれば自分の言いたいことを発信できる場があるとか、そういうことを聞いてくれる大人がいるのがすごく安心できました。ありがとう、ありがとう。そうだね、やっぱ意見を尊重してもらえるっていうことが、まあ、書いてあるっていうことが知れましたね。うん、なんかなんとなく薄々感づいてはいたんだよな、うん、大事にされるんじゃねと思ってたんだけど、うん、なんかちゃんと書いてあるっていうのはなんか発見じゃね、驚きな気がするので、うんうん、自信持って意見言っていこうかなと思えたんじゃないでしょうか。薄貝は思いました。素晴らしい、はい。まあ、僕はまだピチピチの22歳でみんなより上だけどね、バリバリの若者なんで、うん、まあ、ぜひこの皆さんと一緒に意見を発信していきたいなというのと、うんうん、同時にまあ大人でもまたあるので、その意見を聞く側として必ずその相手の意見を尊重してっていう立場を取っていければなと思いました、ね、うん、なるほど。皆さんの年代というのは特にその完全に子供と言われることも難しいというか、大人でしょって言われることもあるし、かといってまだ大人じゃないんだからって言われることもあって難しい年代なのかなと、どっちなんだと思うこともあると思うけど、少なくとも権利の上では皆さんは立派な一人の人間です、うん、これは皆さんよりちっちゃい子たちもそうだけどね、生まれながらにしてみんなちゃんと人として何者かであるわけですよ。大人にならずとも皆さんは一人の人間であり、人間であれば権利を持ってるわけです。大人になる必要なんてそこはないわけですね、うん、なのでそれをしっかりと覚えておいてください。そして意見を伝えて、より自分の住みやすい社会をですね目指していただくのがきっと平和の世の中につながるのかなと思うので、一人の人間として立派にしていただけるといいのかなというふうに思います、はい、ということでですね、皆さん今日は自分が覚えたことをきっと持って帰っていただいて、知らない大人もいると思うから、そういう人たちにも伝えていただいて、まずは何より自分の意見を大事にしてもらえると嬉しいなというふうに思います、はい、ということで、はい、あっという間に今日はおしまいになります。皆さんとまたお会いできることを楽しみにしております。今日はありがとうございました。また会おう。